か。いい眺めだな。どうも、現地にやってまいりました。いや、やっぱ眺めがいいですね、マカーリ新都心はね。こう眺めてるだけで視力が上がる気がしますね。やっぱオフィスワークしてるとね。今日はこれがございましたんで、これマリーンズパーカーでございます。今日天気が良かったんでね、僕マフラーにいて、このパーカーももらえて、このパーカーも着ようと思ってたんですけども、着なくてもいいぐらいね、今日いい天気で風も少ないので、はい。ただまあこれね、ちょっと家に帰って、あと寒い日とかぜひ来てこようと思います。今日こそね、ルーキー鈴木投手に、初勝利をね、もたらしてください。ポニョこと菅野選手が今日はライトでスタメンということで、マーティン選手が DH で、レアード選手がなんとファーストということでね、ちょっとレアード選手のファーストの守備ってなんかあんまり見たことないんですけど、ちょっとね、なんかずっこけるような守備にならないことを期待して、はい。で、東條投手もね、僕の大好きな東條投手も出てくれることを期待して、ベンチ入りしてましたんで、今日はね、期待したいと思います。鈴木投手はね、キャッチボールしてましたけど、今日も半袖でした。はい、ということで鈴木投手頑張ってください。